スティーパン・トマシェビチ、または、スティーパン2世は、ボスニアの王家コトロマニッチ朝の最後の当主。最後のセルビア戦成功、最後のボスニア王。父のスティーパン・トマシュは、息子の婚姻を通じて、ボスニアの勢力を最大限拡大しようという野望を抱いていた。まず裕福な貴族女性と結婚させ、クロアチアへ領土を拡大しようとしたが、失敗、ついで、 ミラノ公国のスフォルツアケと同盟を結ぶべく結婚交渉を進めていたが途中でセルビア先生公女イエレナ・ブランコビチにと継がせることに決めた1459年4月にスティエパン・トマシェビチはイエレナと結婚しセルビア先生公の座を得た父スティエパン・トマシュはボスニア王国とセルビア先生公国を息子の下で統合し オスマン帝国の侵略に対抗しようとしたのである。しかしカトリック教徒であったスティーパン・トマシェビチはセルビア正教会を主とするセルビア人には不人気であった。わずか2ヶ月のセルビア統治の末、スティーパン・トマシェビチはオスマン帝国に首都スメデレボを包囲され降伏、ボスニアの不王のもとへ亡命、セルビア先生公国は滅亡した。このことで彼は ハンガリー王マーチャーシュ一世以来ヨーロッパの君主たちの軽蔑を受けることになった。1461年7月、父の死に伴い、ボスニア王位を継承した。彼は初めて星座から王冠をいただいたボスニア王であった。しかし、ボスニア王国に対するオスマン帝国の圧力は限界を超えつつあった。スティーパン・トマシェビチは、ボスニア貴族たちからは一致して、 タイオスマン戦争への指示を受けていたが、庶民はそうとは限らなかった。スティーパン・トマシェビチは、積極的にローマ教皇との関係を維持しようと努め、教皇ピウス2世も彼のセルビア喪失という失態を許し、ボスニアをキリスト教圏に留めるべく動いた。ハンガリー王は教皇に説得され、従ったものの、 トマシェビチが働きかけた西欧の君主たちはすべて彼の支援要請を拒絶した。それでもハンガリーのマーチャー主一世が助けてくれると新自自身を得たトマシェビチはオスマン帝国のメフメト二世に定期的に治めていた功能を停止した。1463年5月、メフメト二世はボスニアに侵攻した。オスマン軍はほとんど抵抗を受けることなく、進軍を続け、 トマシエビチは捕らえられ斬首された。彼の死をもって、ボスニア王国は滅亡し、ボスニアは、オスマン帝国の支配下に入った。スティーパン・トマシエビチは、コトロマニッチ家のボスニア王子、トマシュと庶民の娘ボヤチャの間に生まれた。少なくとも一人兄弟がいたが、溶接した。父トマシュは、スティーパン・オストヤ王の諸子であった。またトマシュの弟ラディボイ・オストイッチは、 いとこのボスニア王スティエパン・トブルトコ二世と王位を争っていた。一方、トマシュは政治的な行動を避け、いとこと弟の争いにも介入しなかった。そのため、オスマン帝国がボスニア王国の分裂を煽り、王国の弱体化を図る間にも、トマシュの家族は比較的平穏な生活を送ることができた。ところが、このいなかったスティエパン・トブルトコ二世がトマシュを 後継者に指名したことで状況は一変した。まもなく1443年11月にトブルトコニセイは死去し、トマッシュはスティーパン・トマシュと名乗り用意を継ぐことになった。スティーパン・トマッシュはボスニア教会に属していたが、1445年にカトリックに改宗した。息子にあたるスティーパン・トマシェビチは自身は幼児期にカトリックとして洗礼を受け、 ラテン文字を習ったと後に主張している。この頃、スティーパン・トマシュは大貴族スティーパン・ブック・チッチ・コサチャとの長引く戦争を恩便に解決するため、教皇をエウゲニュース4世に妻・ボーヤ・チャとの婚姻の無効を認めるよう申し立てた。そして、コサチャの娘・カタリナと再婚した。二人の間に生まれたシニスムンドとカタリナは、スティーパンのイボテーマイということになる。 1450年代、国王スティエパン・トマシュは、子供たちの結婚相手及び、同盟勢力の家にふさわしいものを勢力的に探していた。二人の娘は1451年に嫁いで行き、1453年には、スティエパン・トマシュビチの結婚相手探しも始まった。まずトマシュ王は、ハンガリー王の代理の番として、中央クロアチアを治めていたペタルタ・ロバツの自由。 所有地を狙い、その未亡人、ヘドウィングがライを、スティーパンと結婚させようとした。コサチャも、この裕福な未亡人との再婚を目論み、トマシオーとコサチャは、軍事衝突するに至ったが、結局タロバツの後継者たちの代理として、ベネツヤ共和国が介入し、両者と森を得ることはできなかった。スティーパン・とマシエビチが、 初めて名指しで文献に現れるのは1455年4月30日、教皇カリストス三世がボスニア王とその息子を自らの保護下に置くという布告を出した時である。トマシュ王の野望は膨らみ、スティエパンを西欧諸国と密接な関係を築くために利用しようとした。1456年、彼は教皇にスティエパンの結婚相手となる王家の娘を 紹介してくれるよう求めた。まもなく、ミラノ公フランチェスコス・フォルザの初出の娘とスティエパンの結婚交渉が始まったが、トマシオーはより高い望みを息子にかけていた。1458年、セルビア先制公国で、先制公ラザル・ブランコビチが死去し、クイ時代に入った。彼には三人の娘がいたが、息子はいなかったため、 かつて盲目にされた弟のステファン・ブランコビチと未亡人にエレニ・パレオロギナが共同で統治を引き継ぐことになった。ボスニアのトマシュはこの弱みにつけ込み、かつて1445年にセルビアに奪われていた東ボスニアの諸都市を取り返そうとした。まもなく彼はエレニ・パレオロギナとの間で和平交渉を始めた。そして彼は 息子とミラノ公の娘の結婚工作を放棄し、代わりに息子をラザルとエレニの11歳の長女、イエレナと結婚させるということでエレニと合意した。スティーパン・トマシェビチにとっては、この結婚はビザンツ皇族の末裔と血縁関係を築けるばかりでなく、セルビア先生公国が彼自身の元に転がり込んでくるという点で非常に名誉あることであった。 ハンガリー王マーチャー主一世も、スティエパンとイエレナの婚約に同意した。ハンガリー王にとって、オスマン帝国との間にあるボスニアとセルビアが、自身に従属する立場にあるスティエパン・とマシェビチの下で、統一され強力な干渉地帯が形成されることは、非常な利益をもたらすことであった。1459年1月、ハンガリー議会は、スティエパン・とマシェビチのセルビアに対する権利を認めた。 1459年にスメデレボ要塞を獲得したことは重大な成果だったが長くは続かななかった。スティエパンは王子ラディボイと共に地帯なくセルビアへ向かった。途中でボスニア王族の住むボボバチをオスマン帝国軍に襲撃され捕虜になりかけたが辛くも逃げをせた。1459年のジュナン州スティエパンは 西京の先制公国セルビアの首都スメデレボに到着し3月21日にセルビア先制公として退官したハンガリーからはスティーパンが問題なくスメデレボ要塞を手中に収められるよう取り計らうためセッショースイラージミハーイ率いる軍勢が到着したスティーパン・トマシェビチとイエレナ・ブランコビチの結婚式は4月1日イースターと最初の日曜日に取り行われた おそらくカトリックの儀式が行われた後、イエルナはマリアと解明した。本来セルビア先制校の位は、ビザンツ皇帝が与えるものであり、世襲称号ではなかったが、マリア・ブランコビチの母エレニ・パレオロギナは、すでに滅亡したビザンツ帝国の皇帝家の末裔であり、彼女が空位の皇帝に代わり、先制校位を授ける権利があると信じていた、可能性もある。 婚礼から一週間足らずのうちに、スティエパンは妻の叔父ステファン・ブランコビチをセルビアから追い出した。父トマショーはミラノ公に対し、息子が協定と全ラシカ人の意思によって先生校の位を得たと言って自慢した。しかし、セルビア国内では、スティエパン・トマシェビチ体制はあまり人気がなかった。年代記者たちは、スティエパンが妻の夫に対してしたことが分裂を、 引き起こしたのだと罵っている。スティーパンのセルビア支配は極めて短期間に終わった。ハンガリーと同様セルビアを従属国とみなしていたオスマン帝国のメフメトニセイがスティーパンの即位をオスマン帝国に対する不当な権利侵害とみなしたのである。メフメトニセイは6月にスメデレボ攻略を目指しセルビア遠征を実施した。オスマン軍はまともな抵抗を受けることなく、 進軍を続けた。ボスニアでは、トマシオーが、ボスニア中部にある、オスマン支配下のホディリエド要塞を攻撃して、オスマン帝国の注意を引きつけ、息子を救おうとした。しかしスティエパンは、スメデレボ要塞で、オスマン軍の攻撃を耐え切ることはできないと判断し、6月20日に降伏した。この後1年間のうちに、セルビアの全給料が、オスマン帝国に併合された。 スメデレボ陥落を聞いた教皇ピウス二世は、ラシカへの入り口である統治が、オスマン帝国の手に落ちたことを嘆いた。スティエパンは、自身や、妻、マリアの家族を連れて、ボスニアへ亡命し、父の宮廷に庇護を求めた。ハンガリー王マーチャー主一世は、スティエパン一家が、莫大な金と引き換えに、スメデレボ要塞を、オスマン帝国に引き渡したと言って避難し、 ピュース2世も当初はこの言説を信用していた。しかし、ピュース2世自身が独自に調査した結果、スティエパンが要塞を売り渡した事実はないという結論に至り、教皇はこの主張を取り下げた。オスマン帝国、ボスニア、セルビアいずれの資料にもスティエパンが国を売ったと、裏付ける資料は見つかっていないため、ハンガリー王の主張は無根拠な抽象だったと見られる。 セルビア出身のイにニチェリであったコンスタンティン・ミハイロビチやビザンツ・ギリシアの学者ラオニコス・ハルコ・コンディリスラもス・ティエパンの潔白を主張し彼の決断は純粋にオスマン軍の圧倒的な規模によるものであると考えている。また両者ともスメデレボ内のセルビア人が町を出てメフメト二世のもとに赴き町に入る鍵を手渡したと記録している。彼らは ボスニア人による支配を嫌い、また、オスマン帝国なら、ハンガリーよりも宗教的に寛容であろうと考えていたためであった。ローマ教皇ピウス二世、スティーパン・トマシェビチの知性については、ピウス二世の回顧録から伺い知れる部分が多い。1461年7月、ボスニア王スティーパン・トマシュが死去した。後の文献によれば、 彼の死は息子であるスティエパン・トマシェビチや弟ラディボイの陰謀によるもので、マーチャー主一世やメフメト二世まで関与していたという。しかし歴史家たちは、トマシオが6月の時点で病に伏せていたことから、この陰謀説を否定している。スティーパン・トマシェビチは長きにわたり、王位を狙ってきた王子、ラディボイに気前よく領地を与えたことで、 自身はスムーズにボスニア王位を継承することができた。彼が継承したボスニア王という称号はスティーパントブルトコ一世に始まるもので、正式には神の恩寵によるセルビア、ボスニア、ボモリエ、ザフムリエ、ダルマチア、クロアチア、西方領の王と称していた。しかし実際にはセルビアはすでにオスマン帝国領となり、クロアチアは1390年代に ハンガリーに奪われていた。またスティーバント・トマシェビチは、オスマン帝国が攻めてきた時に備えて、ダルマチアへの亡命を考えていたが、それすらもベネツィア共和国に許可をこわねばならなかった。ボスニア王に即位した、スティーパンは、自らの地位を固めるため、直ちに王家内の不和の一層に取りかかった。37歳のママ母、カタリナ・コサチャイコールコトロマニッチとの関係は、 トマショ王の知性の頃はあまり良好でなかったが、スティエパンは彼女に王妃の称号と特権を維持することを認めることで関係を改善した。カタリナの父スティエパンブックチッチコサチャは王がカタリナを自分の母として扱っているとベネツィア当局に書き送っている。なお実母、ボヤチャはスティエパンの即位した頃にはすでによう去っていた。コサチャは ボスニア王国内で最強の大貴族で、トマシュ王とは延々と抗争を続けてきた人物だった。しかしスティーパンが即位してからは、自分のジムマゴ、シギスムンドを王位につかせようという動きを控えるようになった。おそらくこれは、コサチャ自身が、ボスニア王国が差し迫った危機を乗り越えるためには強く、成人した王の下で団結せねばならないと理解したためであった。スティーパン・トマシェビチは、 ベネツヤの助言に従ってことを進め、王国内の全貴族の支持を得ることに成功した。続いて彼は、ボスニア経済の振興に取り組んだ。彼の知性の間に、ボスニアは、金細工の輸出で大きな利益を上げ、経済的な繁栄を見せた。しかし1461年夏、北方のクロアチアの番であるパバオシュピーランチッチが、 国境沿いのボスニア領の町を占領する事件が起きた。パバオは、ハンガリー王のナシロとして、クロアチアを統治しており、トマシュ王とはたびたび衝突を繰り返していた。夏の終わりまでに、スティエパンとコサチャは協力して、パバオ攻め、その領土を二人で分割する計画を立てていた。しかしベネツィアがこれを止めに入った。もし、ダルマチア防衛の要である、 クリス要塞とオストロビッツァ要塞をボスニアが攻め落としたら、その防衛体制が脆弱になっている隙を狙って、オスマン帝国に横取りされるという事態を恐れたためで、あった。スティーパン・トマシェビチは、教皇庁との関係を固めるためにも奔走した。彼は、ピウス2世に対し、司教を十字軍のための兵器、大艦式用の冠、 ハンガリー王マーチャー主一世への取りなしを求める自暴自棄のような嘆願を送った。教皇の催促があれば、ハンガリー王は、早急にボスニアへ援軍を送ってくるだろうという期待があった。11月17日、聖グレゴリオス・タウマトゥルゴスの祝祭日に、かねてより、スティエパンが招いていた教皇特使と新たに任命されたニコラ・モドルシュキ主教が到着し、 ヤイツえの聖マリア教会でスティエパンの戴冠式が行われた。これはボスニア史上最後の戴冠式であり、また唯一ローマから送られた冠を使って挙行された戴冠式でもあった。これは父トマシュによるボスニア教会迫害とスティエパンの勢力的な対教行政策の結果、王国がその歴史の最後の際に、 ようやく真のカトリック国家と認められたことを示している。遅ればせながらボスニア王家を性別しようという動きもあったが、これはハンガリー王マーチャーシュ一世の厳重な反対にあった。彼は教皇がボスニア王の体幹に関与したこと自体がハンガリー王の権利の侵害に当たるとみなしており、教皇にスティエパンへの肩入れを止めるよう申し入れることまでした。ピュース二世とビテズ。 やーの主司教がハンガリーとボスニアの間を仲裁しようとした。交渉は困難なものだったが、1462年春にようやく両者を和解させることに成功した。マーチャー主一世は神聖ローマ皇帝フリードリヒ三世に聖意首都バーンの王冠を奪われているという弱みを持っていたため、スティエパンがその買い戻しを援助することになった。また、ハンガリー王の支持を得るために、 スティエパンは、数都市をハンガリーに割上して、マーチャー主一世に忠誠を誓い、さらに、オスマン帝国への功能を停止しなければならなくなった。メフメト二世1462年春までに、メフメト二世は、ボスニア征服を決断した。対する、スティエパンとコサチャは、キリスト教国の君主たちに援軍を求めたが、状況は、絶望的だった。スティーパンは、 強皇特使を常に、宮廷内に止めて、強皇との連絡を取り続け、できる限り多くの兵を脅かされたボスニア王国に集めようとした。また隣のラグサ共和国を通して、アルバニアの支配者スカンデルベグに助けを求めた。スカンデルベグは、ボスニア援軍を派遣するため、ベネツィア共和国にその領土内での軍勢通行を認めさせた。ベネツィアは、 ボスニアを直接支援せず、スティエパンとコサッチャに自らの軍を信じるよう伝えるばかりだった。アドリア海の対岸のナポリオフェルディナンド一世なども国内問題に集中しており、精神援助以上のことをボスニアにすることはなかった。国外で出来得る限りの手を打とうとするスティエパンだったが、一方でボスニア人内でもにオスマン帝国へ反抗しようという意志が弱いことにも気づいた。 彼は教皇に対し、おそらく増大する作詞と終わりの見えない戦争のせいで在地の人々がオスマン帝国に頼ろうとしていると訴えている。以前からボスニア教会の長老たちがカトリックに強制改収させられていたことも水面下で民衆が不満を募らせる重大な原因になっていた。同時大臣の記録によれば、スティエパンはオーケーへの忠誠心を喚起するために 惜しみなく贈り物や名誉称号をばらまき、かつての異端も含む信用ならない人々に対してすらも、城壁と市内に暮らす権利を与えたという。しかし、ボスニアの防衛体制を最も揺るがしたのは、1462年春に、再発した、コサチャとその息子ブラディスラブ・ヘルゼゴビチの間の構想であった。ブラディスラブはその年の後半に、メフメト2世に助けを求め、 受け入れられた。マーチャー主一世の援軍約束や、おそらく、ニコラ・モドル主岐司教の励ましもあり、気を大きくした、スティエパンは1462年6月に軽率で致命的な過ちを犯した。ピュース二世の日記によれば、スティエパンは望みを見せてくれた者を当てにして、彼の先祖たちが長きにわたり治めてきた、オスマン帝国への効能を停止し、オスマン帝国が、 ハンガリー人やスラブ人を恐怖に陥れるため、サバ川とボスナ川の合流点に建設していた都市を襲撃した。ラオニコス・ハルコ・コンディリスによれば、スティエパンはオスマン帝国の施設を自身の宝物庫に招き、もともとオスマン帝国に収めるために取り分けられていた金を見せた上で、この金はオスマン帝国の侵略と戦うか、亡命の糧にするために使うつもりだ。 都市説に語ったという。メフメとニセイは、スティエパンの大胆不的な抵抗に激怒した。ピュース2世が詳しく書き記しているところによると、メフメとニセイがボスニアを征服し、スティエパンを破滅させるという誓いを立てたと聞いた。スティエパンは、ニコラ・モドルシュキ主教を呼びつけ、彼がスルターンを怒らせたのだと非難した。また彼は、モドルシキに、直ちに、ハンガリーへ行き速攻性のある、 オスマン帝国対策を講じるよう命じた。しかしこの時点で、キリスト教諸国からボスニアへの援軍は一切到着していなかった。マーチャー主一世も、スカンデルベグも、ラグサ共和国も、スティエパンとの約束を守ることができなかったのである。1463年春、メフメト二世は、エディルネに15万人の軍勢を集結させ、ボスニアへ侵攻した。 極めて望み薄ながら、この時に至ってもスティエパン・トマシェビチは、メフメト2世に15年の休戦を提案している。コンスタンティノビチによれば、オスマン側は、ボスニアから来た施設を騙して、和平提案が受け入れられるかもしれないという望みを抱かせたという。コンスタンティノビチ自身はこの場に居合わせ、何とか施設にこの策略を伝えようとした、と主張している。この施設の後、間もなく、 メフメト2世の軍は侵攻を始めた。ボスニア王国の要塞はしわたたく間に、陥落していき、スティエパンは家族や財産と共に、ボボバチから、厄池へ逃れた。5月19日、大宰相マフムドイコールパシャ・アンジェロビチ率いる、オスマン軍がボボバチを包囲し、翌日メフメト2世も軍を率いて合流した。アンジェロビチは、スティエパンの身柄を確保する任務を与えられた。 一方、スティエパンは、ボボバチが2年は与えられると踏んで、刃一に軍勢を集結させる計画を練った。この時に至っても、彼の計画は、外国からの援軍を当てにしていた。この間にスティエパンは、王妃マリアと、ママ母カタリナに財産を託し、前者を、ダルマチアへ、後者を、ラグサへ逃した。スティエパン・とマシェビチの予想に反し、ボボバチは数日で陥落した。 ここに至って、スティエパンは、クロアチアか、ダルマチアに逃げる他に道はないと気づいた。しかし、アンジェロビチ勢への必要な追撃を受け、ついに、クルチで追いつかれた。伝承によれば、オスマン軍は当初この町の城壁の内側に、ボスニア王が潜んでいることに気づかず、要塞を通り抜けようとした。しかし、現地人が金と引き換えにスティエパンの居場所を暴露、したのだという。 4日間の包囲戦の間、アンジェロビチは、スティエパンの元に死者を派遣し、降伏すれば、危害を加えないと約束し、自由を保証する証書まで送ってきた。食料も弾薬も突きかけていたため、スティエパンは、町の守備兵と共に、アンジェロビチに降伏することを決めた。アンジェロビチは、スティエパンとそのおじラディボイ、またその子で、スティエパンの重邸にあたる飛ぶとこの身柄を、焼いにいる。 メフメト2世のもとに送った。スティエパンは、メフメト2世に取り入るべく、ボスニア各地の将軍や上主に降伏を促した。その結果、1週間の間に70以上の町が、オスマン軍の手に落ちた。ところが、メフメト2世には、スティエパンを除名する意思はなく、5月25日に彼を召喚した。スティエパンは、アンジェロビッチから受け取った書類を、恐る恐る持参したが、 メフメト2世に仕えるペルシア出身の神学者、アリアルイコールビスタミが、スルターンは知らぬうちに家来が結んだ約束には、囚われないというファトワーを出し、アンジェロビチの安全保障を無効化した。そしてこの老神学者は、自らのファトワーの正当性を証明するかのように、自ら剣を抜いて、メフメト2世の眼前で、スティエパンとマシェビチを斬首した。なお、 メフメト二世の従者であったという年代記者、ベネデット・デイは、メフメト二世が自らスティエパンの首をはねたと記録している。後の文献には、メフメト二世がスティエパンをカワハギの刑にしたとか、射撃の的にしたという説も出てくる。スティエパンやその王子、重帝、二人の貴族の処刑が行われた八重の広場は、これ以降、ザレボポルイエと呼ばれるようになった。 スティーパン・トマシエビチは、ヤイツエ近くの丘に葬られた。彼の死後数週間で、ボスニアという一つの王国がほぼ完全に消滅してしまったことに、ヨーロッパ諸国は衝撃を受けた。ボスニアが、オスマン帝国の支配を速やかに受け入れたのは、スティーパンと貴族たちの関係の弱さが原因であると、する説もあるが、より重要なのは、ボスニアの民衆の士気が極めて低く、元から、 オスマン帝国による征服は不可避と思われていたことである。さらに、セルビアを失った時と同様、ボスニアの複雑な宗教事情も不利に働いた。もしボスニアがハンガリーに支配されれば、オスマン帝国に支配されるよりも、はるかに信教の自由が制限され、高い税を搾取されることになると思われた。その結果、ボスニアの本来の抵抗力と比べて、 実際のオスマン帝国に対する抵抗は弱いものになった。教皇ピウズ2世は、ボスニア教会の信者が王国を裏切ったのだと主張しているが、根拠はない。スティーパン・トマシェビチのものと推定されている、遺イ体イスティーパン・トマシェビチのイボテーマイは、コンスタンティノープルへ連行され、イスラム教に改修した。彼らの母カタリナは、教皇領に赴いて、 王国再興を志したが、成功しなかった。ボスニアが、オスマン帝国の手を離れたのは1908年、スティエパンの死後445年が経ってからの、ことだった。スティエパンのヒマリアは、オスマン帝国の領内で余生を送った。1888年、クロアチアの考古学者、チロ・トルヘルカが、ヤイツエ近くのクラルイエブ・グロブと呼ばれる集落で、残首された、 成人男性の遺骨を発掘した。頭は胴体の腰の上に置かれ、口に2枚の硬貨が詰め込まれていた。確証はないものの、この骸骨はスティーパン・トマシェビチのものであるとされた。修道士アントン・クネジェビチは骨を本来数世紀にわたり眠っていた場所に戻し小さな教会を建てるべきと主張したが、結局この骸骨は、 焼いのフランシスコ会修道院のガラス製の棺に収められることになった。ありがとうございます。